歳の誕生日に一卵性双子の宇宙飛行士が実験への参加に名乗り出ました。テラは地球に残り、一方ステラは宇宙船に乗ります。ステラの宇宙船は高速の 86.6% で飛行し、10光年先にある星へ行き、同じスピードで地球に戻ります。双子は離れ離れになる覚悟をしながら、再会した時にどうなっているのか試案しました。1光年とはまさに光が1年間に進む距離なので、ステラの旅は23年かかるはずです。しかし双子は特殊相対性理論を学んでいたので、そう単純ではないと分かっています。まず宇宙で物体が動く速度が速いほど、動いていない観測者より時間がゆっくり進みます。この関係はローレンツ因子で定量化され、この方程式で定義されます。また静止している観測者により測定される動く物体の長さは同じ因子だけ収縮します。高速の 86.6% だとローレンツ因子は2なので、宇宙船内での時間は2倍ゆっくりと進みます。もちろんステラは時間がゆっくりと進んでいることに気づきません。時間とともに進行する宇宙船内のすべての物事、時計や電子機器などもゆっくりと動作するからです。それには加齢の速さやステラ自身の時間経過の認識そのものを含め、生命活動も含まれています。航行中の宇宙船内のステラに対するゆっくりとした時間の流れを気づくことが可能な人がいるとしたら、それは唯一完成形、すなわち加速していない三小形にいる地球上のテラのような人だけです。故に2人が地球で再会した時、自分はステラより年を取っているはずだとテラは結論付けます。しかしそれは一つの見方に過ぎません。全ての動きは相対的であるため、宇宙船の方が静止しているとみなし、テラを含む宇宙の残り全てがステラに対し移動しているという見方も正しいとステラは主張します。その場合、テラにとって時間は半分の速さで進み、最終的にステラが年上の双子になります。双方が相手に対し年上になれないので、どちらが正しいのでしょうか。この見かけの矛盾は双子のパラドックスとして知られています。しかし実は矛盾はしていないのです。特殊相対性理論が誤解されやすいという一例に過ぎません。実時間で理論を検証するために、双子はそれぞれにとっての1年が過ぎるたびに相手に対し閃光を放つことに同意します。他の物体とは異なり、光速は常に一定です。観測者の完成形とは無関係です。地球から送られた閃光は往路袋に関わらず、宇宙船から送られた閃光と同じ速度で測定されます。双子の一方が閃光を観測した時に測定しているのは、相手が1年の経過を体験するのに要した時間に、光が2人の間を進むのに要した時間を加えたものになるのです。この経緯をグラフで表すことができます。 X 軸は地球からの距離を表しており、 Y 軸は時間の経過を表しています。テラから見ると経路は異なる垂直な線になり、移動距離はゼロで、線上の1メモリがテラが感じる1年に相当します。ステラの経路は同じ原点から時間で 11.5 年後、距離で10光年となる位置までの範囲にまたがっており、そして23年後に距離がゼロの点に戻ってきます。テラにとっての1年目の日に、彼女は地球からステラの宇宙船に光パルスを送ります。1光年の距離を光が進むのに1年かかるので、光の経路は45度の傾きを持った斜線になります。そして光が彼女に追いつく時には、ステラは元の位置よりさらに離れた場所まで移動しているので、テラにとって計7年より長く、ステラにとって4年より長い時間が経過します。テラの2度目の閃光をステラが観測するまでには、ステラはすでに袋についているでしょう。しかし今は光源に向かって動いているので、2度目の閃光はより短い時間でステラに到達し、しかもステラは閃光をより頻繁に観測することになります。つまり光程の前半ではステラはテラがゆっくりと年を取り、往路では急激に年を取るのを観測します。その間、ステラにとってはテラも行く先の星も全宇宙も自分に対し移動しているように見えます。そして収縮のせいで、ステラはお互いの距離が半分に縮んでいるかのように観測します。これはステラの視点では往路袋とも6年ほどしかかからないということです。ステラが地球へ最初の合図を送るときは、テラにとっては2年が過ぎています。ステラは往路においてさらに4回閃光を放ちます。閃光の発信位置は各回ごとに離れていきます。ステラがキロで放った最初の閃光をテラが観測するときまでに、テラにとっては21年より長い時が経っていることでしょう。ステラの残りの袋の間に、テラは毎年閃光を複数回観測します。
ステラは23年の期間のうち、初めの 90% の期間はステラが自分よりゆっくり年を取り、最後の 10% の期間は急激に年を取っていると観測します。この非対称性によりパラドックスがなぜ実際には矛盾していないのか説明できます。双子がお互いの時間の進み方が早くなったり遅くなったりすることを目撃しますが、ステラにとって半々になっている一方、テラにとってはステラが離れていき、ゆっくりと老化するのを見ます。これは宇宙旅行の時に双子それぞれが観測する時間と整合的で、地球上では23年かかっていますが、宇宙船では 11.5 年しか経っていません。双子が再会する時にはテラは43歳で、ステラは31歳になっています。ステラの主張の間違いは、ステラとテラは互いに完成形にいる。観測者としていたことでした。完成形の観測者は自分を除く宇宙に対し相対的に等速直線運動を続けていなければなりません。テラは静止していたため速度はゼロのままでした。しかしステラは袋に入るために方向を変えた時、彼女が出発した時にいたのとは異なる完成形に移行しました。テラとステラは今になって宇宙時間の仕組みをより理解し、11歳の年の差がある双子として特殊相対性理論の完璧な例となっています。有名なパラドックスに興味がありますか？シュレーディンガーの猫はこのビデオで詳しく学ぶことができる多少トリッキーな思考実験の問題です。そしてこの機会にぜひチャンネル登録して学習を続けてください。